この動画は皆さんの人生に影響を与えかねない内容となっていますので、そのつもりで見ていただけたらなと思います。こんにちは、ミルクティー飲みたいです。ということで、これまで僕のチャンネルではたくさんの未来人の予言であるとか真理を知ってしまった人の話というのを動画にしてきましたが、個人的に今回の内容は最も本質的であり、かつ今まではほとんど言語化されてこなかったことにまで触れている大変興味深い内容となっています。もしかしたら中には1回では言ってる意味が全くわからないという方もいたり、あまりにもぶっ飛んでいて内容に思考が追いつかないという方もいるかもしれませんが、何か一つでも自分の中に引っかかる経験があった時に、もう一度自分の人生と照らし合わせながらこのスレを見ていただければ、その時あなたももしかすると能力者と言われる人になるかもしれません。というわけで、最初からちょっと怖い入りになってしまいましたが、僕自身今回紹介するスレを初めて読んだ時にすごく驚きましたし、同時にこれって世の中に発信していいものなのかなとさえ思いました。ですが、このスレっていうのはあまりにも面白い内容ですし、このスレを解説することができるのは僕しかいないんじゃないかと思ってしまいましたので、今回は2008年に2チャンネルに投稿された未来人塚本から聞いたことというものを紹介していきたいと思います。かなり長い内容にはなってしまうんですけど、一個一個の話が非常に興味深いので、なるべく飛ばさずに進めていきたいと思っていますので、ぜひ最後までお付き合いお願いします。2008年7月5日土曜日、俺未来人に会ったことあるけど時間の流れは3つあるらしい。プラスとマイナスと停止。プラスってのは俺らが普通に体験してるこの時間の流れ、マイナスはひたすら過去に遡る流れらしい。停止ってのはそのどちらでもなく何も変化しないままの時空、反物質の解明で過去に遡ることができるらしい。過去に関しては確定してるけど未来は常に不確定なんだって。大筋では決まっているらしいけど、バタフライ効果でちょっとずつのズレが最終的に大きなズレになることもあるし、そもそも時空自体が一つじゃなく無限にあるので、その時空のどれを選択するかは現在の行動によって決まるらしい。時空がたくさんあるのに一つしか選べないのは肉体があるからで、意識や精神にはそういう制約はなく、夢や幽体離脱することで他の時空の散策は可能だそうだ。そういった時空の散策も経験として肉体に刻まれるらしい。だからなるべく楽しいこと、幸せなことを考えていると、本当に肉体が存在する現実って意味の現実になるらしい。ということで、最初からちょっと難しかったんですが、ここは結構重要なので解説していきたいと思います。ここでポイントとなってくるのは、時間にはプラスとマイナスと停止があるということ。時間には順行と逆行があるっていうのはよく聞きますが、停止があるっていうのも面白いですよね。なんかスピーカーみたいですね。そして今出てきたバタフライエフェクトっていうのは、気象学者のエドワード・ローレンツという人が提唱した、ブラジルの蝶の羽ばたきがテキサスのトルネードを引き起こす可能性がある。しかし世界というものはそれほどに複雑で、未来は予測不可能であるということを表現している概念です。故に未来っていうものは確定していても、未来人が現代に来てその未来というものを告げてしまったらば、人々の行動が変わって結果未来が大きく変わる可能性があるっていうわけです。また僕たちは現在の行動によっていくつもある時空の中から一つを選択していて、それは肉体っていう制約によって一つしか選ぶことはできないんですが、魂だったり夢や幽体離脱っていうものを通して自由な世界に行くことは可能で、夢によって経験した別の世界線での体験というものも肉体に刻まれ、それが現実世界に影響を与えることで思考は現実化するということが起きるのだそうです。その未来人とはどうやって知り合ったの？未来人の人はどれくらい先の人間？年代はわかりませんが、相当未来って感じでした。100年以上先だと思います。未来人はよほど必要がある場合以外、普通は 2000X 年から来ましたとか言わないそうです。理由を聞くとナンセンスだからって言ってました。
意味は分かりません。一応その人が知っている範囲でこれから何が起きるのかも聞きました。ただし未来というのは現在の行動で無限に分岐するってのはやっぱり真実で、これを公開することが影響して起こらなくなるってこともありえますので参考までに。ちなみにネットの発展系で2000年あたりからの歴史はものすごく詳細に記録が残っているそうで、ログを保存し続けるマニアが世界中にいるらしく、古くて珍しいログデータは高値で取引されているそうです。この未来人塚本っていうのは100年以上先の未来から来ているようで、昔の時代の歴史っていうものは一部の王族であったり貴族、あるいはその時代に影響力を持っていた人物の歴史しか資料として残りませんが、今のこの2024年もそうですが、今は世界数十億人の人生っていうのがより詳しく文字や写真や映像を通してこの瞬間ごとにリアルタイムに保存されており、それらは半永久的に未来にも蓄積されていってるそうです。ということは、例えば200年後のあなたの未来の子孫があなたのお墓の QR コードを読み込むことで、あなたがどんな人でどんな人生を歩んだのかっていうことが見れるようになっているかもしれません。そう考えると、ある意味見られたくないものも残ってしまうって思うとなんかちょっと怖いですよね。未来がガラッと変わらない、差し支えない程度に詳しくお願いします。全然 OK です。ちなみに未来のことを言うと変わるというのは、それを聞いて今生きてる人たちの行動が変化する結果なんだそうですよ。信じる信じないはそいつ次第なんで、別に言っちゃいけないことはないらしい。敬語が面倒いし長くなるのでやめます。まず未来人がどう現れたかだけど、携帯電話に非通知の電話がかかってきてすぐに切れた。何日か同じようなことがあり、まあよくあることだよねと気にせずいたら、今度はメールが入ってて、要約すると今未来からアクセスしてますがどこかで会えませんかって内容。もううさんくさいどころじゃないよね。でも当時暇だったので冗談半分で、じゃあ今すぐ某ファミレスに来い、目印はこれこれって返信して、たまたま目の前にあったファミレスにちょうど喉も渇いてたので入った。来ればネタになるし、来なければ単なる休憩だ。そしたら店に入るなり、〇〇さんですよねって知らない男に声をかけられた。普通にスーツネクタイなんだけど、なんか雰囲気がただもんじゃないのよ。怖いとかじゃなく、この人には絶対嘘が通じないみたいな目上の迫力。年齢は30前後って感じだった。不思議に自然に2人で席に座って、向こうは未来の話、こっちは現在の話をした。余談だけど和食ファミレスだったんだけど、刺身食べたら涙流して美味しいって言ってたな。本当に未来人なの？なんか証明できるものを持ってる？って聞いたら、そうですねとか言いながらポケットゴソゴソして、クレジットカード代の機械と薬のカプセル代のもっと長いものを出した。これ現在にないでしょうと言って、カプセルをそのカードに入れると、目の前の空中に大画面でいろんな情報、例えば辞書とか文化の説明みたいなのが高精細で表示された。機械に触らなくても操作できるっぽかった。周囲にいた客もなんだあれみたいな顔をしてたから幻覚じゃないと思う。現在に来た理由だけど単なる旅行だそうだ。未来では食べられなくなったものが結構あるそうで、グルメツアーとか未来では廃墟になってる観光地とかを見るのがすごく面白いらしい。だから観光地やグルメスポットには未来人がいるはずだよって言ってた。未来人の特徴はどことなく挙動不審でキョロキョロしてるって言ってた。集団で来ることは少なくてほとんど一人だそうだ。投稿者はファミレスで未来人と会うことになって、未来人の証明として現代には存在しないクレジットカード代のホログラムのようなものを空中に映し出す機械を見せてきたそうです。彼が未来から来た理由は、過去にしかない食べ物を食べたりといった旅行が目的で、彼以外にも観光地には時々未来人というのが現れるそうです。これを聞いて昔ネットで話題になってた、これは未来人なんじゃないかって言われてた写真を思い出しました。これ結構懐かしくないですか？これ何だったんですかね。なんで俺にアクセスしたのって聞いたら、人間と人間ってイメージで言うと縁っていう言葉が一番近いんだが、無意識レベルで出会う人出会わない人を完全に決めているらしい。逆に言うと出会わないと決めている人には絶対に出会えない。で俺はどうも長生きしてその人と同時間を同時に過ごした縁のある人の中の唯一の一人らしく、その縁をたどらないと狙った過去にはいけないで浮遊してしまうみたいな話をしてた。個人個人が時間を持っているらしく、それを
頼りに過去を遡ると間違いがないんだって。でこの時代の刺身を食べるのには俺しかありえなかったらしい。この辺の説明はすごく難しかったけどメモ取りながら聞いてたんで理解はしてる。やばい、なんか長くなるな。いくらでも話はあるんだが、未来人が言ってたけどこの手の未来話はやめろっていう人がいたら本当にやめた方がいいらしい。時空の歪みが調整できない域まで来ると誰かしら本能なのか何なのかやめろって言うらしいんだわ。ということで俺の話はもうやめます。期待されてた方ごめんなさい。どうやら未来から過去に遡るには自分と縁があった人間の時間をたどらないといけないそうで、未来人が投稿者に接触してきた理由はそこにあると言います。つまり未来人が100年後から来たとして、例えば100歳の時の投稿者と4歳の時の未来人が実際に会ったことがあるっていう縁があることによって投稿者を通して過去に遡ることができて、今こうして刺身を食べることができていると言います。逆に言うと未来人にとって刺身が食べられる時代に生きていた縁のある人というのは投稿者しかいなかったということになります。前スレ235です。せっかく専用スレを立ててくれた方がいるんで順番に全部話します。自分だけ抱えているのが性に合わないんで、何より真面目に聞いてくれる人がいることに感激しました。本当にありがとう。今から書くことは全て未来人から聞いた話です。俺が会話の中でなんでそうなるのってしつこく聞いていくうちに未来人が答えてくれたことです。くどいのも嫌なんでなるべく敬語はやめます。ロムってる間に話をまとめた。すごく長くなる。興味がない方は ID で NG にしてください。しつこいようだけど、この話を聞いて例えば事前に準備したり考え方を変えたりすることで未来は変わるから、読みたくない人は本当にごめんなさい。読まないでくださいとしか言えない。手帳10ページくらいのメモがあるけど、記憶違い、書き間違え、理解漏れもあると思う。そういう矛盾点は指摘してください。未来は変わると書いたけど、ガラッと根本的に変わってしまうことはなく、それは物質であるがゆえに強力な因果律に支配されてる。因果律のイメージは、今リンゴを食べているとしたら、そのリンゴが急にサバになったりはしないということです。俺らがイメージするには、アドベンチャーゲームのイメージが最適。無限に自由ではなく、過去からの因果律のせいで行動範囲が持てる。アイテムがかなり限られてる。所詮人間だし、魔法使いみたいにないものは出せない。人生はある程度まで決まったシナリオ、登場人物、目的を持っている。この舞台でどう振る舞うかはある程度自由。自由って言っても因果律があるから限界はある。金や体力の限界がイメージしやすいけど、ある程度自由に振る舞っているうちに大人になるにつれて大枠では決められていく。その決められ方も後でぜひ話したいけど、オカルト好きの人には立前もの。僕たちの人生っていうのはある程度因果律によって決まっているらしくて、その因果律っていうのはお金であるとか体力であるとかの限界によって定められているそうです。例えば大谷翔平選手がメジャーリーグでホームラン王を取るという現実は、因果律で言うとその中にあることだけど、僕がすでに生まれている状態で僕がこの肉体をもってしてメジャーリーグでホームラン王を取るっていうのはどう考えてもその因果律の限度を超えてしまっているわけです。そのように現実化するって言っても、何でも魔法使いのように現実化するわけではないということです。現在の行動によってその人にとっての過去は次々に確定していく。過去は全て肉体に記録されていく。肉体は物質であり、その過去からの因果律が現在、ひいては未来に強力な影響を与える。例えば訓練してないのにマラソンは完走できないし、過去に入手していないアイテムを現在使うことはできない。でも未来はあくまで不確定であり、可能性に満ちている。夢が叶った自分をイメージすると、解決のヒントが自然に現れ、現在の行動も夢が叶うように積み重なって過去となっていく。それは別の時空での自分で意識が体験することでも肉体に経験が刻まれるから、現実でも自然に行動できるようになるということらしい。逆に悪いことを重ねると肉体に悪い記録がされていき、未来が絶望的になっていくということだ。人類全体に影響を与える人とそうでもない人ってのがあるらしく、そうでもない人は簡単に追い詰められてあっさり死ぬらしいよ。希望を持って自分にも他人にもいい影響を与えることをしていれば、より楽しく過ごせる時空へと肉体を運ぶことができる。肉体が存在する時空が現実だから、つまりは現実になるってことです。でもその人の人生に絶対必要な経験の場合はそれしか選択できないそうだ。
やめようとして放置しても巡り巡ってやらざるを得なくなる。単語で言えば宿命がイメージとして近い。それは採用が馬的な展開だからやっとけよってことか、人類全体に影響するからやっとけよっていう2パターンあるらしい。過去は変えられない、未来は現在の行動で決まる。現在の行動こそ重要。避けようとしても絶対に避けられない宿命が人生にはいくつかある。この2点はこれからの話の枕として押さえておいてください。 R の言ってた変動点固定点の話と似たような話だね。ここも少し難しいですよね。まあ、僕らの時間ってこう現在現在現在っていう風に流れていってるけど、現在って言った時にはその瞬間にもう過去になってしまっているように、まあ、過去っていうのは全て僕たちの肉体の中に刻まれていってるわけです。言い換えれば現在この瞬間が肉体に刻まれている。その積み上がっていった過去というものが自分の夢を描いて過ごした時間なら、夢がより現実に近づく方向に未来は続いていくけど、悪い過去ばかりを積み上げてしまっていると未来というのは絶望的な方向に向かっていく。ただし宿命というものは存在し、その経験がその人の人生にとって必ず絶対的に必要な場合において、どんなにそれを避けようとしたところでそれは巡り巡ってやらざるを得なくなるということもあるそうです。これはまさに引き寄せの法則とか、まあ、カルマとか、まあ、そういう話に近いですよね。先に疑問を解決しとくと、未来への帰り方だけど、これは普通に過去へと遡ってきた道をそのまま戻るだけだそうだ。ただ現在に1日いると未来では1日留守になるって言ってた。未来に行くとより過去に行く方がエネルギーを使うらしい。どういう理屈かわからない。どっちかというと未来に行く方が簡単だとも言ってた。タイムマシンを見せてもらったが、豪華な電卓みたいだった。電力で動いているっぽかった。ドラえもんみたいな大掛かりな装置はなく、本当にそれだけを操作して時間旅行するらしい。過去に行く場合も未来に行く場合も、その行きたい時間に生きている自分と縁のある誰かにアクセスして、その人が個人的に持っている時間をキャッチして同期を取るみたい。俺の頭が足りないのか、時間旅行の話は本当に難しい。わけわかんなかったらごめん。一つ間違いないのは、絶対的な時間なんてないんだってこと。各個人それぞれが時間を持っているんだが、それじゃあ混乱するので、カレンダーや時計という共通の物差しを見て強調しているだけらしい。時間の早い人遅い人はそれぞれ個性だそうだ。試しに目を閉じて10秒経ったら手を挙げてってやると、訓練してる人や偶然の場合を除いてほとんど一致しないはずだよって言ってた。それが普通らしい。このシステムを使う以上、いける年代は自分が生きた100年前後に限られる。それは自分と同時代に縁のある人が生存していたことが必要だからで、しかも縁は挨拶する程度の強度が必要。過去に行くには同時代の老人の時間を使わせてもらう。未来に行くときは同時代の子供の時間を使わせてもらう。自分の時間は矛盾が発生して使えないらしい。そんなの関係ねえって時間旅行することも可能だけど、時間的迷子になって危険らしいよ。たまに無茶な人がやって行方不明になるそうだ。確かに時間旅行って白亜紀まで戻っちゃったり、まあ、太平洋の真ん中から出てきちゃったりしたら終わりですよね。俺が会った人は俺がジジイの時に子供だったらしく、子供の時近所をよぼよぼ散歩する俺によくじゃれてたらしい。挨拶って言っても一方的なのはダメで、お互いに相手が誰であるかを認識するレベルでないとダメ。つまり相手の存在が心かっこ肉体に刻まれていることが大事だそうだ。満員電車には人がいっぱいいるけど全員スルーするよね。そういう人は縁はあるけど強度が弱くて時間旅行の座標確定には使えないらしい。だから年齢が離れた知人が少ない人は時間旅行で苦労するそうだ。集団で旅行する場合は共通の知人を使うそうだが、強度の調整が難しくてあんまりやらないって言ってた。でもその話を聞いて、会った時に自然に話をしようってなった理由に納得した。今詐欺も多いから普通警戒するっしょ。でも素直に2人で席に着いたんだよね。それは言い方がおかしいけど知り合いだからなんだろうな。このタイムトラベルの原理は興味深いですよね。自分が実際に会ったことがあったりという設定を持った人間の時間を使って時間移動ができて、そのためにはある程度強度が強い縁が必要だと言います。また時間が人によって速さが違うっていう概念も面白いですよね。それって誰も言語化していないだけで、当然人によって数える10秒は違うわけで、もっと言えばそれが1年や10年単位となって
ったならば、とんでもない幅での誤差を生みそうです。そう考えると、江戸時代の30年しか生きられなかった人と現代人の80年生きた人で、感覚的な人生の時間の長さは同じくらいなのかもしれませんよね。未来人の写真だけど、撮っても意味ないよって言ってた。でもせっかくだから撮るわな。昼前からずっと喋ってたが、店を出たのはもう夜7時過ぎだった。結構打ち解けてたので、意味なくても撮らせてよって猫なで声で言ったら、いいよってニヤニヤしてた。んでよくやるように肩を組んで携帯で写真撮ったよ。念のため3枚カシャッの時には間違いなくその人は写ってたし、その人がいる間に確かめた時も写ってた。でもその人が未来に帰った後にもう一回見てみようと思って携帯を操作したら、マイクロ SD がありませんみたいなエラーが出た。 PC に挿してみたけどフォーマットされてませんってエラーが出る。仕方なく再フォーマットした。なんかメインブラックを思い出したよ。だが10ページの紙のメモは残っているので現実だったことは間違いない。今ふと思ったけど、電子データは操作できるけど紙とか石板はいじれないのかもね。フィルムカメラなら消えないのかも。この中で誰か未来人と会ったら、何とかしてフィルムカメラで写真撮ってほしい。未来人がフィルムカメラを知らない可能性もある。まあでも仮に撮ったとしても、スーツネクタイの普通の人だから説得力に欠けるかも。持っている未来の機械を撮影するのが一番いいか。投稿者は未来人と写真を撮ったものの、未来人は電子データには残らないようです。ただし紙に書いたメモは残っていることから、紙や石板やフィルムカメラといった物質として残るものならば消えない可能性があるのではないかということで、皆さんもぜひ未来人に会った時にはフィルムカメラなど物質に残るもので証拠を残しておくといいと思います。これを聞いて、エジプトの壁画とか日本の古文書とかに書かれている神のような存在と言われている一部の者たちは未来から来た人間の可能性もあるのかななんてことも思ってしまいました。こんな疑問もあると思う。過去に行って寿司を1個食ったらどうなるのか。別に影響はないらしい。2008年の寿司が1個減り、2100年の人の腹に収まるというだけ。イメージでは2100年から箸を伸ばしてきて2008年の寿司を食うようなもの。それで何の問題もないそうだ。ちなみに魚や肉の刺身は40年代、2040年代にはほとんど食べられなくなるそうだ。理由を聞いたけど、これは言えないなって教えてくれなかった。ただ食い下がってほのめかしてもらったのは、2010年頃から生の食べ物は極力食べない方がいいっぽい。今でも想像以上に汚染されているんじゃないかと俺は思ってる。その人の母親がよく、私が子供の頃は刺身なんていくらでも食べられたって言ってたらしく、一遍食べてみたかったとのこと。マジで涙流してた。味にも感動してたんだろうけど、その刺身という料理にいろんな思いがあったのかも。すごく感傷的になってたので、あまり深くは聞けなかった。なんとなくだけど、その人が来る時の未来の時間で、母親が亡くなる前に魚のお刺身が食べたいってポロって言ったのかも。そんな感じだった。俺にアクセスしたタイミングも測っていたらしく、このタイミングでアクセスすればこの和食ファミレスに入ることは知っていたらしい。まあこの辺の話からもう背筋が歴然としてくるんだけどね。あと過去に行って未来人ですって言ったり、未来のことをみんなに話しても問題ないのかだけど、話していいことと絶対に話してはならないことがあるらしい。でも絶対に話せないことは少ないらしい。俺とその人の会話で答えを拒否されたのは、さっきの刺身が食べられなくなった理由と、特定個人が死ぬ時期。教えちゃいけない基準は聞かなかったけど、なんだろうね。その他の答えたことは全部喋って問題ないって言ってた。人間って自分に必要のない情報や自我が崩壊しかねない情報には本能的にアクセスしないらしい。ただ精神病の人はこの本能が壊れてるらしく、アクセスしちゃうこともあるそうだ。健康な人間でも稀にアクセスしちゃうことがあるが、自我の防衛本能が働いてその情報を嘘ってことにして封印するらしい。だからこれを普通に読んでる時点でみんな問題ないってことだから、問題ない、僕未来人ですって言っても嘘だって思えばそれっきり、もう現れない。未来人も会うことに意味がないので立ち去る。ひょっとしたら本当かもって思えるなら現れる。でもその話はやめろっていう反応が多い場合、その時空にふさわしくない話であり、多くの人の迷いが集まって時空そのものを歪めてる可能性があるので、やめた方がいいって言ってた。でも今のところやめろって言ったのは一人しかいないから別にいいや。読まないでくれって言ってるのに読んじゃうのはきっと何か精神の病気なんだろうね。未来人は何らかの理由で未来では刺身が食べられなくなると語りますが、その理由は説明できないと言います。そのように未来人が明確に伝えることができない情報っていうのも存在しているらしくて、それはその時空自体にふさわしくなかったり、時空そのものを歪めてしまう可能性があるものだそうです。またそういった情報っていうのは仮に話したとしても、人間が本能的にアクセスしないようにしたり、信じないという反応になると言います。ちなみにこのスレには時々 R っていう名前が出てくるんですけど、
けれども、この R っていうのは同じ時期に2ちゃんに現れた2022年から現れた未来人リョウという方のこと。話を戻すと、 R がそっちの時間が早く進んでるかもしれないっていうレスあったじゃん。 R にとっての4日が俺らの40日っていう話。俺あれ読んだ時にドキッとした。全く同じことをその人が言ってたから。その人もここは時間の流れがものすごく早いですって言ってた。説明すると、 R が1日を過ごすと俺らは10日間過ごすことになる。時計の針を10倍のスピードでぐるぐる回す感じ。 R から見たら俺らは10倍早送りの動きをしているだろう。だからその人もここに来るのに急流の一点を狙って飛び込むのが難しいように、動機を取るのが難しく、それなりに強い縁が必要だったらしい。怖いのはその人がこれ以上スピードを上げると追いつけない人が続出しますよって言ってたこと。このスピードって多数決的に決まるらしいんだが、もう人類の限界レベルまで早いらしい。今ニートやうつ病が増えてるけど、ひょっとして追いつけなくなった人って聞いたら、うーんって考え込んで、そうかもって言ってた。ニートって言葉は通じなかったので説明したけどね。今でも早すぎる、そろそろ順応できる人が限られてくるって言ってた。多数決的に決まるって書いたが、このスピードをそういうもんだろうって同意した時点で賛成したことになっちゃう。今のところ同意してる人が大多数らしい。こんなのおかしいと思い始めてる人も年々増えてるらしいけど、スピード自体は年々速くなってるそうだ。ひょっとすると追いつけない人がどんどん自殺しちゃうんじゃないかな。最後には人類全体が追いつけなくなって集団自殺、人類滅亡みたいな。この時代の時間のスピードがだんだん速くなっているっていうことにピンとくる人はいませんか？僕は個人的にこれを聞いててなんかわかるなって思ったんですよね。そしてこの塚本が言うには、未来の世界での1日とこのすれが経った2008年頃の世界の1日を比べると、まあ、10倍ほどスピードが変わるそうです。そしてこの時代のスピード感が速くなればなるほどに追いつけない人っていうのが増えていって、これ以上スピードを上げてしまうとついていけない人が激増してしまうと言います。確かに僕たちって、まあ、多少無理をして生きてるっていうか、無理をしないと世の中の普通のスピードにも追いつけなくなってきているっていう、まあ、そういう厳しい世界に生きてるような感覚がありますよね。しかもこのスレが立ったのが2008年なので、今っていうのはもっと早くなっている可能性もあるんじゃないでしょうか。僕はどちらかというと時間感覚が遅い方ではないと思ってるんですけれども、まあ、たまにねゆっくりしたいなと思う時があるんですが、まあ、ゆっくりしていいのかななんて逆に思ってしまいます。でここからが R が言ってたことにつながるんだが、じゃあ時間のスピードを下げるにはどうすればいいのかの答え、非常に簡単。みんなが行き急ぐのをやめること。次々に新しいものを求めるのではなく、古いものを大切にし、自分の時間をじっくり時間をかけて楽しむようにする。それを周囲の人にも広げて、なるべく穏やかに出来事の一つ一つに心を尽くして丁寧に生きられるようにする。効率やスピードを追い求めるのをやめて、努めて自分の時間がゆっくり過ぎるように工夫してみる。つまり機械みたいに生きるのをやめて人間らしく生きることが大事だそうだ。 R のレスは後で読んだけれど全く同じことを言ってるんで驚いた。おそらくこれは現代人共通の課題なんだろうね。こういうのに連続して出会うってことは、未来人は本当に現代人を心配してるんだと思う。ここから未来人はいくつかの質問に答えていきます。過去に行って寿司を1個食ったらどうなるのか、それで何の問題もないそうだという部分に対して、いやさりげなく大問題だと思うが、この例だと2008年の人はもしかしたら食えてたかもしれない寿司が1個減ることになるんだから、俺もそんなに頭いい人じゃないからんと思ったけど、お兄ちゃんが勝手に私のプリン食べちゃったのスケールが大きいバージョンなんじゃないかなと、一応物理的には何の問題もないって言ってた。こういうパラドックスに詳しい人がいたら逆に解説をお願いしたい。矛盾があることは実現不可能らしいから、何らかの理由で矛盾がないことは間違いない。それとこれもパラドックスが起きそうだけど、飲食代をちゃんと自分で払おうとしてたよ。現在のお金は古銭屋で買えるらしい。ピンの2000円札持ってた。古銭にはプレミアがついてるが、そんなに珍しいものでもないとのこと。割り勘にすると2000円じゃ足りなくて、って言ってたから、足りない分は俺が払ったけど、一人じゃなくてよかったですって頭下げてた。なんか別にアクセスした相手に会わなくても時間旅行は可能らしいから、こういう万が一のことを考えて俺とつるんだのかも。まあ8時間近く喋ってたので想定外に注文したのも事実。未来のお金は今持ってないんですって見せてくれなかった。本当にないっぽかった。財布は普通の折りたたみの財布だった。余談だけど、今よくあるカード式の電子マネーってそのうち流行んなくなるらしい。未来でも札とコインという方式は今と変わらないらしい。その人の人生に絶対必要な経験の場合はそれしか選択できないそうだ。に対して俺みたいな一庶民レベルの話で言うと、入学する高校、職種、
結婚、これらは決まってるのですか？という質問が来ます。それに対して誰も人の人生を判定する権利はないと思うんで、59さんの人生について俺は何も言えない。ただ未来人が言ってたのは、人為的に操作しようとしても絶対に力の及ばない領域がある、かっこ R が言う固定点ってことと、人生にはある程度まで決まったシナリオ、登場人物、目的があるということ、宿命は採用が馬的な展開だから逃げんなってのと、お前が辞めると人類全体に影響するからやっとけという2パターンらしいこと。それを歪めて生きることも可能だそうだが、その時はすごく苦しくて虚しくて、なんで俺はこんなことしてんだろうっていう気分になってくるらしい。周囲の人間も意地悪になりがちで、何をやるにしても邪魔が入るみたいな状態になるそうだ。要はうまくいかないんだね。時空的にも不健全な状態になるらしい。だから結局はバネが戻るように本来の時空に戻っちゃうし、戻った方がその人にとって幸せになるらしい。端的に言うと、自分が一番楽で明るく楽しく生きられる時空が正しい時空みたいです。正しいってのは違うな、その人にとってふさわしい現実ですね。ふさわしい現実で生きることが大事みたいですよ。まあ過去にこだわりすぎて現在をいい加減な気持ちで生きるのが一番ダメだと思う。というように、自分の宿命と違う生き方をしていると空虚な気持ちになってくるらしくて、同時に周囲の人たちが宿命と違う生き方をしている自分の生き方を邪魔をするかのように意地悪なことをしてくるそうです。ってことは、例えばですが、僕が別の生き方を選んでいて、今別の職業に就いていたとしても、会社でいろいろ邪魔をされてしまったり、上司にいじめられたりして、会社にいられなくなって、結局 YouTube を始めることになる、 YouTube を始めるような道に戻されるっていった感じでしょうか。235さんは良くない意味で追いつけなくなった人、いわゆるニートやうつ病の人たちという例を出しているが、時間をゆっくりさせて丁寧に生きることを本能で感じ取っている行動とも言える。スピードについていけない人って案外いる。逆に加速させたい人ももちろんいる。行き急ぐのをやめることを提案するのであれば、行き急げなくなっている人たちを否定的な一例として出してもらいたくなかったな。流れについていけない、取り残される人はいわゆる落ちこぼれという不名誉なレッテルを貼られてしまう現実があるからな。ここ数年、特に最近になってよく耳にする勝ち組負け組なんて嫌な言葉があるのも、時間の流れをさらに加速させてる気がする。他人よりも高い地位、名誉、金の裕福さを争い競うことが行き急ぎの原因なんだろうな。ただし落ちこぼれが負け組かどうかなんて、同じ人間同士で決められることではない。先を突っ走っていた勝ち組が暴走しすぎて崖から真っ逆さまに飛び落ちゆくことだって普通にあり得ること。人生の勝ち負けなんざその当人の臨終の時のみ知ることよ。これに対して悪い例みたいに出してごめんなさい。73の言う通り、現代の時間の流れに乗れなかった人は侮蔑の対象だったり、病気としてカテゴリーされる現実があって、それが常識化しちゃってるよね。未来人と会った当時は俺もその世間一般の考え方だったし、それをそのまま書いた。でも今は俺自身それは間違ってたと反省してる。勝ち組は順能力のある人なんだろうけど、73の言う通り、勝ち組って煽られて自分の器を超えるスピードまで上げると、自分の時間をコントロールできなくなって自滅するか、周囲に全力で妨害されるのかもしれない。つーか、誰かに妨害されないと狂って死んじゃうのかもね。今ふと思ったけど、天才とか斬新な発想をする人って時間がものすごく早い人なのかも。考えや処理速度が凡人の先を行くからすげえって言われるのかもね。最先端って文字通り時間の最先端なのかもしれない。なんか面白いな。この人は時代の先を行ってるっていう人いるけど、そういうことなのかもね。そういう人たちに釣られて俺らも自分の時間を早めてしまってるのか。組織だと拒否できないしね。時間の流れに追いつけなかった人たちが時間をゆっくりさせて丁寧に生きることを本能で感じ取っているっていうのは全くその通りだと思う。今順応してる人の中にも、なんかおかしいぞって気づき始めてる人は増えてるそうです。気づき始めてる人から少しずつブレーキを踏んでいけば、全体のスピードが徐々に減速していくんじゃないかなと思ってます。 R も言ってたけど、このままのスピードはまずいってのは間違いないです。この辺って結構考えさせられますよね。この現代の社会って、数字とか結果っていうものが人間の価値の絶対的な基準になってしまっていて、自分のペースで生きてしまうと、もうそれだけで落ちこぼれみたいに扱われてしまうのが苦しいところ。それは近代化というか、西洋の価値
資感が入ってきてから日本もそうなってしまったのは間違いなく、今って若い頃に10億ぐらい貯金を貯めて、そこでやっと自分のペースで穏やかに暮らすことが許されるみたいになっている気がして、まあ、それってなんか狂ってるんじゃないかなっていうのは思います。特に東京で暮らしている方は実感している方も多いのではないでしょうか。その個人個人のスピード感が違う中で、時間感覚が人よりも圧倒的に速い強いエンジンを積んでいる人々のことを僕たちは天才と呼んでいるのかもしれない。というところで、この続きは次回にしたいと思います。どうでしょうか。ここまででもだいぶ面白いですよね。でもね、このスレのまだ3分の1ぐらいなんです。ここからさらに面白くなっていくので、続きが見たいという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ということで、ぜひ皆さんも次の動画が上がるまでの間、時間のスピード感覚みたいなものを意識して生活してみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。